田中健造は、日本の病理学者、下界、第17代九州大学総長、東京市日本橋区生まれ、関東大震災後に移住し、長崎県佐世保市育ち、1940年旧制長崎県立佐世保、中学校卒業、1942年旧制佐賀高等学校、卒業、1946年九州大学医学部卒業、 外科学教室第一講座入局。1948年九州大学大学院、特別研究生前期終了。1949年九州大学医学部助手。1951年医学博士。1953年九州大学医学部講師。同年九州大学医学部助教授。1960年、フルブライトプログラムで。 ハーバード大学医学部に留学。1963年九州大学医学部教授。1975年九州大学医学部長。1981年九州大学総長。国立大学協会理事。1982年大学基準協会理事。産業医科大学理事。文部省大学設置審議会委員。1985年西日本国際財団理事。 アジア太平洋博覧海底まいん会委員長、九州、山口地域企業育成基金理事。1986年国立大学協会、副会長、九州大学名誉教授。1987年九州、厚生年金病院顧問、福岡日英協会上任理事、文部省大学審議会大学教育部会長。1989年文部省中央。 教育審議会委員、総合研究大学院大学運営審議会委員、九州公共学団理事長、九州システムアカデミー代表取締役社長、ガリオア、フルブライト同窓会理事、九州同窓会支部長、国際東アジア研究センター理事長、九州産業技術センター理事。1990年福岡都市圏、ボーイスカウト振興会会長、九州学園理事、 北九州国際交流協会評議員。1991年福岡歯科学園理事、九州市民大学学長、学位授与機構評議員。1992年福岡大学評議員、ユニバーシアード、福岡大会市民の会会長、九州ゴルフクラブ八万コース理事長、福岡歯科学園理事長。1993年日本私立大学協会理事、 福岡スポーツマンクラブ会長。1994年日本私立、大学協会常務理事、アトル監査役、朝日ガラス財団理事、市域正和記念アジア留学生、小学基金運営委員長。1995年アビスパ福岡、講演会長、富士レビオ顧問。1996年福岡音楽、学院講演会会,会長、福岡上海クラブ理事。 学士会評議員、君一等随法省受賞。1997年九州、フィンランド協会会長、新日鉄八幡記念病院理事、TNC 文化大学学長。1998年、福岡市総合図書館館長、社会福祉法人大岡会理事、評議員、日本会議福岡会長。1999年福岡ロータリークラブ会長。 2002年社会福祉法人、学児会理事長。2007年全国日本学士会アカデミア賞受賞。ありがとうございます。